皆さん、こんにちは。お笑い芸人のやす子は、日本テレビ系24時間テレビ47の募金マラソンで、見事に完走しました。彼女は驚異的な募金額をマラソンで集め、大役を果たしましたが、実はゴール直前に思わぬ、トラブルが発生しました。この出来事がネット上で炎上し、非難の声が上がっています。問題のシーンはゴールまで、約400メートルの地点で起きました。ミュージシャン YOSHIKI がピアノで、紅を生演奏している中での出来事です。疲労が蓄積し、意識が朦朧とした表情で、走るやす子の姿が見られる中、沿道で手を振る観客の中に、右側から手を伸ばす男性の姿がありました。その男性の手はやす子の右胸に触れ、にやけた表情を浮かべていました。さらに、左手には哺乳瓶のようなものを持っていました。直前に、すぐ右側にいたサポートランナーが異変に気づき、やす子を守ろうと手を伸ばしましたが、一歩遅れてしまい、間に合いませんでした。やす子は一瞬動揺した様子を見せましたが、その後、何事もなかったかのように走り続け、完走を果たしました。ネット上では、今、やす子の胸に触った男性がいたよね。見ていて本当に不快だった。確信犯的な行為。みんなが良い趣旨で見ているのに、不快極まりない。気持ち悪い。しかも左手になぜか哺乳瓶を持っている。本当に逮捕してほしいといった非難の声が相次ぎ、大荒れの状態となっています。コースの度重なる変更やスケスケの衣装とともに、もう一つ注目を集めてしまったのが、やす子の父揺れです。黒いスポーツ下着を着用しているように、見えたやす子ですが、サイズが合っていないのか、あるいは固定の強度が、弱い下着を使用していたのか、走るたびに胸が大きく上下していました。これについても、見栄えが恥ずかしいし、絶対胸が痛いと思う。女性スタッフが配慮してあげるべき。コースも衣装も、男性がいろいろ決めているんでしょう。本当に配慮がなくてわかっていない。といった批判の声が相次ぎました。芸能ライターは、番組時間内に無事ゴールしたやす子さんですが、スタジオに入ってきた際も、周囲が黄色い番組 T シャツを着ている中、一人だけスケスケの白 T シャツを着ている姿が印象的でした。ゴール後すぐに椅子は用意されていましたが、そのままインタビューのような流れになりました。これに対しても、すぐにタオルくらい出してあげなよ、濡れたまま放置って。普通に風邪ひきそうで良くないといった意見が寄せられましたと話しています。今回、やす子がマラソンで集めた児童養護施設への募金額は、4億3000万円を超えており、やす子本人の番組への貢献度は計り知れません。足を痛めながらも走り切ったやす子を称賛しつつ、来年以降の24時間テレビランナーへの番組の対応にも注目したいところです。やす子が走ったマラソン児童養護施設募金では4億円を超える募金が集まりました。これは昨年の24時間テレビでの募金総額約8億円の半分を彼女一人で集めたことになります。大成功で終わったマラソンだったからこそ感動のフィナーレに水を差した卑劣な行為に視聴者の怒りが収まりません。お笑い芸人として大人げのやす子さんですが、母親とは長い間、不仲で音信不通だったそうです。また、やす子さんは罰2で、極貧生活を送っていたとのこと、彼女の母親がどんな人だったのか、現在のやす子さんとの関係についても、調査してみました。やす子さんの母親は一般の方のため、名前や年齢などの詳細は不明です。やす子さんが2歳の頃、父親が家を出て行き、両親は離婚しました。その後、母子家庭としての生活が始まりました。両親の離婚後、やす子さんの母親は昼夜問わず働いていたそうですが、それでも貧しい生活を余儀なくされ、テレビや洗濯機のない暮らしをしていたといいます。50円でパンの耳を買って食べるという、厳しい日々を送っていたそうです。やす子さんは自身の幼少期について、家庭環境が貧しく、テレビや洗濯機もなかった、50円でパンの耳を買って、食をつないで生きていたと告白しています。母子家庭で、母親が昼夜問わず働いているため、母親が帰宅するまで妹と二人で、夕食をとることが多かったというやす子さんは、率先して学校の給食当番になり、余ったパンや牛乳を持ち帰って、妹と空腹を満たしていたそうです。夏休みは特に辛かった、給食がないからと振り返り、50円のパンの耳を、ずっと食べていました。どうやってお腹を膨らませるかに、命をかけていたと明かしました。また、やす子さんはペットボトルに、水道水を入れて学校から持ち帰り、
その水で食器を洗う生活をしていたこともあったそうです。学費を支払うのも難しく、中学校の先生にお願いして、食費や遠足の費用を前もって、借りていたこともあったといいます。お金がなく、遠足代も先生に前借りするほどの状況でした。安子さんには漫画家や獣医といった将来の夢がありましたが、半ば諦めていた、人生には期待しない方がいいんだろうな、と思っていたと述懐しています。さらに、母親との関係も悪く、中学時代には母親に内緒で、児童養護施設に一時的に保護してもらうこともありました。そんな極貧生活を送っていた安子さんですが、14歳か15歳の頃に交通事故に遭い、その後、母親との関係はさらに悪化しました。14歳か15歳の時に交通事故に遭って、九死に一生を得ました。そこから人間関係も家庭環境も悪化し、親元を離れて生活していました。学費も払えなくなり、散々な状況で人生をやめちゃおうかな、と思ったこともありましたと語っています。そして、16歳の頃には母親との関係や極貧な生活から、児童養護施設で生活するようになり、16歳から18歳までの間、児童養護施設から学校に通っていたそうです。テレビ番組のインタビューで、児童養護施設に入ったきっかけについて、母子家庭で金銭的な面で苦労し、母のせいではないけれど、養護施設に入ることになりました、と安子さんは語っていました。母親との関係については、特に言及はありませんでしたが、金銭的な困難については話していました。また、児童養護施設に入った理由についても、母子家庭で、金銭的な面で苦労し、母のせいではないけれど、養護施設に入ることになりましたと述べており、母親とは22歳ぐらいまでは正直、疎遠でしたと言っています。実際に、母親とは16歳から22歳までの6年間会うことはなく、疎遠だったそうです。安子さんは、母子家庭で家賃も学費も払えない貧乏だったと振り返り、複雑な家庭環境だったので、母とは16歳から22歳まで、6年間会わずに疎遠でした。しかし、芸人になってからは話すようになりましたと述懐しています。2023年12月の安子さんの SNS では、現在は母親と仲が良いことが書かれています。実際に母親と妹を連れて、山口県の温泉に行ったことがあり、今では母親との関係は修復されています。旅行中に母親から入って行ってよと言われたエピソードも明かしており、今、恩返しができるねと振り返っています。今年の1月、安子さんは母親と妹を連れて、故郷山口県の温泉へ旅行に行ったと明かしました。その際、母親から入って行ってよと言われて私が行ったら、隣にいた妹から、うわ、本物そっくり、と言われましたと語り、本物なんだけどと苦笑いしていたそうです。また、母親と妹には自ら連絡を取ったそうで、安子さんには祖父や祖母、親戚、いとこもおらず、親類は母親と妹、そして離婚した父親しかいないのかもしれません。自分はおじいちゃん、おばあちゃんにも会ったことがないし、親戚もいとこもいません。家族はバラバラでしたが、芸人になってから、自衛隊時代も含めて、人との縁をつなげなければいけないと思い、母と妹に連絡を取りましたと語り、今年の正月も一緒に旅行に行きました、と笑顔で振り返っています。現在では家族が好きで、休みがあったら山口に帰って、家族と過ごすと話しており、母親との仲は非常に良好なようです。安子さんは家族が好きで、休みがあったら、山口に帰って家族と過ごすというほど、家族との関係が深まりました。8月31日から9月1日にかけて、放送された日本テレビ、24時間テレビで、台風の影響が心配される中、無事にチャリティーマラソンを完走したピン芸人安子。今回のマラソンは、全国の児童養護施設に募金マラソンとして、全額が全国600カ所以上の児童養護施設に使われる。画面越しからも伝わる安子のひたむきさと頑張りに、実に4億3000万円以上が集まったのは当然と言えよう。当初は日産スタジアムのトラックを周回していたが、9月1日の朝からはメイン会場の両国国技館を目指してスタート。見慣れたチャリティーマラソンの光景が放送されたが、ゴールを目前にしたステージ上の違和感、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。